どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、なんとこちらのですね、ヒルトアメックスクレジットカードなんですけども、こちらはですね、なんと新規入会キャンペーンがですね、本日より変更になりましたので、こちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということで、ヒルトアメックス一般カードとプレミアムカードね、2枚あるわけなんですけども、こちらね、急に変更が入ってきまして、私もね、今日まで知らなかったんですけども、かなりいい内容っていう風になっておりますので、決済ね、集められる方、ヒルトンホテルね、よく泊まられる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではですね、詳細いきたいなというふうに思うんですけども、年会費 16,500円の一般カードの方からですね、まず1ヶ月以内に5万円以上の利用で2000ポイント、3ヶ月以内に30万円以上の利用で1万ポイント、6ヶ月以内に75万円以上の利用で無料宿泊特典1泊、またね、通常75万円分の利用分として1万5000ポイントということで、こちらね、合計すると2万7000ポイントと、プラス無料宿泊特典ね、1泊いただけるっていう感じなんですよね。で、ちょっとね、詳細後に回しまして、ヒルトアメックスプレミアムカードの方ですね、年会費6万6000円税込みっていう風になっておりまして、こちらはですね、1ヶ月以内に10万円以上の利用で5000ポイント、3ヶ月以内に30万円以上の利用で3万ポイント、6ヶ月以内に150万円以上の利用で無料宿泊特典2泊、またね、150万円の通常の決済分のポイントね、入れると4万5000ポイントということで、こちらはですね、合計8万ポイントプラス無料宿泊特典2泊ということで、こういった感じのね、入会特典にね、切り替わってるっていった形になるんですよね。いやね、これね、めちゃくちゃすごいですよね。まあ一般カードね、16,500円で、ヒルトンね、ゴールドステータスね、保有できて、まあ年、家族カードもね、1枚無料にも関わるですね。まあ一般カードの方はですね、ポイントはね、2万7000ポイントっていうことで、ちょっと少なめではあるんですけども、まあ無料宿泊特典ね、1泊いただけるっていう風になりますんでね、結構いいですよね。で、プレミアムカードの方はですね、無料宿泊特典ね、2泊っていう風になりまして、まあ、こちらはね、ちょっと150万円決済ということで、半年以内にこちら達成しなきゃいけないんで、ちょっとハードルが高いかなっていう風には思うわけなんですけども、まあね、2泊無料宿泊特典ね、いただけるっていう風になりますんで、かなりすごいですよね。で、公式サイトの方にはですね、この無料宿泊特典2泊っていうのはですね、どこでもね、使える、無料宿泊特典ではなくてですね、ヒルトンホテル&リゾーツのブランドのみ利用可能っていうことでね、記載がありまして、詳細はですね、こちら、送られてくるね、バウチャーに記載されているっていう風になってるようで、一応ね、今デスクの方で確認取らせていただいてるんですけども、ヒルトンホテルズ&リゾーツのね、対象ブランドのみっていう風になりますんで、おそらくね、ヒルトンホテルだけっていう風になると思いますんで、軽井沢のキュリオであったり、コンラッド、またね、ロク京都とかね、ここら辺はね、対象外になるかなという風に思うわけなんですけども、まあ、回答はね、デスク、確認して、今ね、確認中で、まだ返答が来ておりませんので、動画のね、固定コメントの方にですね、来ましたら、載せておきますので、こちらね、後で確認していただきたいな、というふうに思うわけなんですけども、まあ、こういった感じでね、無料宿泊特典がね、もらえるっていった形になるんですよね。いやね、無料宿泊特典がね、まあ、プレミアムカードの方はね、2泊つくっていう風になりますんで、これめちゃくちゃすごいですよね。まあヒルトンホテルのね、まあ、ロク京都とかね、コロナットとかね、まあ、利用多分できないと思うんですけども、まあ、できたらね、最高なんですけども、多分ここはね、厳しいと思うんですよね。まあ、それでもですね、ヒルトンホテルでもね、かなりね、一泊高いところはね、結構お値段しますので、かなりね、いい特典だなっていう風に思いますよね。それでは次にですね、今回ヒルトンアメックスクレジットカードがですね、一般カードね、プレミアムカードね、新規入会キャンペーンに一新されるということで、一応ね、基本スペックね、おさらいしていきたいなっていうふうに思うんですけども、ちょっとこれにね、出しておきますね。まずヒルトンアメックス一般カードとプレミアムカードですね、
一般カードの方は年会費が 16,500円税込みっていう風になっておりまして、ヒルトアメックスプレミアムカードは 66,000円税込みっていった形になります。で、家族カードの方はですね、一般カードの方は1枚無料っていう風になっておりまして、プレミアムカードの方は3枚までね無料で発行することができます。で、還元率の部分なんですけども、一般カードの方は100円で2ポイント、プレミアムカードの方は100円で3ポイントがね獲得することができます。またね、ヒルトンホテルで利用される場合はですね、一般カードの方は100円につき3ポイント、プレミアムカードの方は100円につき7ポイントがね獲得することができます。で、貯まるポイントなんですけども、ヒルトンホテルポイントっていう風になりますんで、ヒルトンホテルポイントはですね、まあ一応マイルとかにもね交換することができるんですけども、非常にレートが悪いっていう風になっておりますんで、ヒルトンホテルポイントのね使い道っていうのは基本的にヒルトンホテルのね宿泊で使っていただくのがねいいのかなっていう風に思います。で、ホテルステータスの部分なんですけども、どちらのクレジットカードもですね、発行していただくだけでゴールドステータスがね利用することができるっていう風になっておりますんで、ゴールドステータスになっていただければですね、客室の無料アップグレードですね、またね朝食も2名分ねアメリカ以外であればですね利用することができますし、またねレートチェックアウトも利用することができます。で、年間決済額と更新特典ということで、一般カードの方はですね150万円決済していただくと、ウィークエンド無料宿泊特典っていうのが一泊ねいただけます。で、プレミアムカードの方はですね200万円決済していただくと、最上級のねステータスのダイヤモンドステータスがね獲得することができて、300万円ね決済していただくと無料宿泊特典がねもらえるっていう風になっておりまして、またね何にもしなくてもクレジットカードを更新するだけでですね、無料宿泊特典ねプレミアムカードの方はねもらえるっていった形になります。で、付帯保険なんですけども、一般カードの方はですねちょっと弱くてですね、海外旅行保険が利用付帯でねついているわけなんですけども、まあショッピングプロテクション、オンラインプロテクションとかねついているんですけども、それ以外のねリターンプロテクションとかキャンセルプロテクション、スマートフォンプロテクション、航空遅延保証とかね、ここら辺は一般カードの方はねないっていった形になります。プレミアムカードの方はですね、やはり6万6000円の年会費ということで、ショッピングプロテクション、オンラインプロテクション、リターンプロテクション、キャンセルプロテクション、スマートフォンプロテクション、空港遅延保証ということで、かなりね充実した内容っていう風になります。で、手荷物宅配サービスなんですけども、どちらもね付帯しているわけなんですけども、一般カードの方はですね羽田空港が利用することができないっていう風になっておりますんで、まあこちらね帰国時にね利用できるサービスなんですけども、今はねそんなに使わないかなと思うんですけども、一般カードの方はですね羽田空港が使えないっていった形になります。で、 HPCJ 優待ということで、ヒルトンプレミアムクラスジャパンっていうねヒルトンホテルのね有料の会員プログラムがあるんですけども、こちらはですね一般カードの方は1万円でね入会することができて、1万円払う代わりに5000円のね利用券が2枚ねもらえるっていった形になります。で、プレミアムカードの方はですね、初年度ねこちら無料で利用することができて、2年目以降はですね1万円で更新することができます。こちらも利用券がね5000円2枚ねもらえるっていう風になりますんで、まあどちらもね実質無料でね利用することができます。まあこの HPCJ っていうのはね本来2万5000円ぐらいするあの会員プログラムっていう風になりますんで、まあかなりねお得に利用することができます。で、空港のラウンジに関してはですね、どちらもね同伴1名までね無料で入ることができるっていう風になりますんで、こちらね家族カードね発行していただくとね、4人家族の方でもですね同伴1名ずつね入ることができますんで、まあそういった感じでね利用することもできるっていった形になります。まあ基本スペックはねこんな感じになっておりまして、やはりね年会費がね16,500円と66,000円ということで、かなりねかけ離れておりますので、個人的にはね200万円の決済ができる方であればですねプレミアムカードねいいのかなと思うんですけども、まあそれ以外の方はですね一般カードの方がねコスパがねいいのではないのかなと思います。ということで、今回ですねヒルトンアメックスプレジットカードがですね、なんと新規入会キャンペーンがね変更になりましたということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、いやね、この入会特典はね本当にすごいですよね。まあ個人的にはですね、あの年会費がね安い一般カードでもね、あの家族カード1枚ね無料で利用することもできますし、ゴールドステータスね発行するだけでなれますので、朝食特典ね2名分利用することができますので、かなりいいのではないのかなと思います。まあ先ほども言いましたけども、プレミアムカードね年間200万円ね決済
行ける方であればですね、ダイヤモンドステータスで狙えますので、まあ、ダイヤモンドになればね、ラウンジとかも利用することができますし、スイートルームもね、アップグレード対象になりますんで、年間200万円ね、決済行ける方はですね、プレミアムカードね、狙っていただければなと思います。いやね、本当にすごいですね。まさかね、入会特典でヒルトンホテル縛りにはね、なりそうな感じはしますけども、でも200もらえるって本当にすごいですよね。だからプレミアムカードの方はですね、150万円の決済で2泊無料宿泊特典もらえて、またね、8万ポイント獲得できて、また200万円決済していただければダイヤモンドステータスになって、300万円決済していただければウィークエンド無料宿泊特典ももらえて、更新していただければね、もう1泊もらえるっていう風になりますんで、まあ1年以上ね、保有していただく必要はあるわけなんですけども、このね、無料宿泊数の数はね、本当にすごいですよね。まあ今回ね、紹介させていただいたのは、まあ私のね、いつも動画で紹介させていただいておりますけども、アメリカンエクスプレスの、ね、入会方法は、一般の公式サイトからの入会と、紹介の入会ね、分かれておりまして、今回紹介させていただいているのは、紹介のね、入会での話っていう風になりますんで、もしね、発行希望される方はですね、概要欄にね、詳細載せておきますので、ぜひね、活用していただければなと思います。ということで今回ですね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。